物価高で国民の生活が苦しい中、首相や閣僚がいち早く自分たちの賃上げを進めることに批判が殺到している。しかし、これ以上の内閣支持率の下落を防ぐため、首相・閣僚は引き上げ分の給与の自主返納を決めた。一方、 首相の賃上げを批判してきた立憲民主党や共産党に対して永田町からは自分たちは自主返納に応じなかったくせにと冷ややかなブーメランが首相は年46万円閣僚は年32万円の賃上げ批判を集めていた首相閣僚の給与引き上げ法案は 一般公務員の給与改定に準じて、首相の月給を6000円増の201万6000円、閣僚の月給を4000円増の147万円とするもの。ボーナスを含め、首相は年46万円、閣僚は年32万円の賃上げとなる。 物価高で国民の生活が厳しく、1人当たり4万円の減税も来年夏のボーナスの時期まで待たなければならないという状況で、自分たちだけお先に、と言わんばかりの首相らの賃上げには批判が殺到した。 当初松野博一官房長官は賃上げの流れを止めないためにも民間に準拠した改定を続けていくことが適切と述べ首相3割大臣2割の給与返納を続けることも強調して理解を求めてきたこうした政府の姿勢を厳しく糾弾してきたのが立憲などの野党各党だ立憲の安住淳国対委員長は物価高もあり 首相や閣僚の給与が上が上ること批判11月10日には否決されたものの首相や閣僚の給与を据え置く修正案を衆院に提出した共産の国田刑事国対委員長も特別職首相や閣僚などについては給与の引き上げ法案を廃案にすることがけじめとして必要と指摘した さらに野党だけでなく、与党からも首相や閣僚も給与増額を凍結するという考え方があってもいい、公明、高木洋介政調会長などと苦言が出たこともあり、政府は首相や閣僚の給与増額分を自主返納する方針に転換。 松野官房長官は万が一にも国民の皆様の不信を招くことがあってはならないと述べ問題の収束を図った内閣支持率が低下し続けている状況で首相としてはこれ以上の逆風は避けたかったはず野党も国民の反発が強まっているのを見てここぞとばかりに批判を強めていました 立憲・共産の参院議員は280万円を自主返納せずだがこうした立憲や共産の批判に対して永田町からは冷ややかなブーメランも飛んでいる維新の中堅議員はこう呆れるほとんどの立憲や共産の参院議員は本間は月7万7千円を3年間自主返納するはずやったのに返さずに3年間やり過ごしとるで。 あいいつら口だけやここれはどういうことか参院では議員定数を6増やしたことに伴う経費を削減する目的で2019年夏から2022年夏までの3年間1人月額7万7000円を目安に自主返納できるよう国会議員歳費法が改正されたその結果3年間で計4億4300万円の歳費が自主返納されたが、 これは全員が月7万7円ほどど3 3年間返納した場合の3分の分2にとどまる。全国の政治部記者はこう語る参院議員の歳費を自主返納することを盛り込んだ歳費法改正案は自民公明などの賛成多数で可決しました返納した議員名や金額は公表されていませんが自民や公明の参院議員は当然 法案に賛成した与党議員は皆自主返納していると言います身を切る改革を掲げる維新の議員も俺たちも全員返納していると断言します自民公明維新の議員を全て合計するとおよそ全議員の3分の2となり返納された割合とほぼ一致します一方 立憲や共産など他の野党の議員はあれはあくまで自主返納だからそもそも定数の6増や自主返納の法案に反対したからと歳費法に書き込まれた3年間で約280万円の自主返納に応じていないことを悪びれる様子もなく匂わせるのです実際に共産の C 和夫委員長も2019年当時の会見で自主返納に応じるか問われ 参議院の定数6増とそれに伴う自主返納はめちゃくちゃな法律ですから考えていませんと断言していた。蓮舫氏は自公案に形だけと批判、歳費引き下げ法案まで出していたが、3年間ほとんどの参院議員が歳費を返納しなかったと指摘される立憲は自主返納を盛り込んだ歳費法改正が議論されていた2019年には。 3年間の自主返納では不十分だとして、より長期で確実に歳費を削減できる法案を国会に提出していた。蓮舫氏は当時、参院議員の歳費を自主返納する期間がたった3年間で、あまりにも形だけで、バカにしている、と事項の法案を批判。立憲は参院議員だけでなく衆院議員の歳費や首相の給与も引き下げる法案まで出しました。 それなのに、実際に事故案に基づく自主返納が始まったら応じないという姿勢では支離滅裂です。立憲はパフォーマンスや口だけだと批判されても仕方ありません。立憲の泉代表は首相の賃上げ法案について x9 twitter で感覚がおかしいと批判していたが。 すでに法律に書き込まれた自主返納に応じなかった議員の感覚も問われている以下はネットユーザーの反応をまとめたものです中小企業も含めて大幅な賃上げが実行できれば公務員や国会議員の給与を上げることは検討してもよいが財源もないと言いながら国債で賃上げっておかしいよね 税金は企業や所得の多い個人が納めているわけだからまずはそこのメリット感を出してあげないと非課税世帯ばかりお金をばらまいても税収は全く増えず国債発行額が増えるだけ子供手当だって本当に将来稼いでそれ以上返せますか税金が増え保険料が高くなり結局回収不能になるのは分かってますよ それなら今は支出分を引き締めていかないとまずいのでは国民全員に平等に負担や還元を望むなら消費税で調整しましょうそれなら金持ちとか関係なく全企業や国民が必要な部分の費用を消費税で調整しましょう岸田さんは5万円以上の賃上げ法人税減税など大企業向けのアクションをとっているが そもそも大企業ではそこそこ良い給与をもらっているしかも岸田事項の働きかけでなく優秀な人材確保の観点から企業努力で賃金アップを図っています要は賃金のベースが引き上げられても岸田事項の手柄でも何でもありません履き違えないようにご注意ください一番苦しいのは中小企業なのですよ そこには注力せず何もせずとも効果が見えそうな大企業にだけターゲットを絞るあたり使えなさ感がすごすぎますねそれでいて自分たちだけウハウハとは返納で揉めるのであればその法案自体白紙撤回すれば良いだけですこれ以上国民感情を逆なでしないでいただきたい。 無理やり給料を上げておいて自主返納しないのを批判するのは無理がないですかそれなら最初から上げなくていいでしょう。この手の話が出るとよく国会議員数の削減の意見が出ますがむしろ逆で定数を増やして歳費を減らし公設秘書含めた人一当たり経費を減らすべきかと諸外国の例を見ても定数倍で1人当たり経費半分以下でも良いと思います。 順番としては民間の所得が上がりインフレ基調になってから公的機関の賃上げだと思います。先に公的機関の賃上げをすれば予算を圧迫し増税につながる。増税をすればまた市場はしぼむ。やるならまずは国会議員の経費や政党助成金を減らしその分を恵まれない子どもたちの補助に回しまた経済界に社会への貢献イコール賃上げの協力を頼むのが良いと思う。 経済格差が拡大している今みんなが協力し合える環境を整えることが大事なのではそれが国家の繁栄につながると思うのですが国会議員や官僚がお金に汚ければ世の中はすさみます労働貴族のための政治をしている野党特に立憲民主党は反省力に乏しい党だ今彼らが叫び出したのは消費増税である このような政党には二度と立ち上がれないほどの落選という名の脳を突きつけなければ日本の未来は食いつぶされる次の選挙は時効をはじめ既存の政党を刷新し今まで投票に行かなかった5,000万人近い人々が目覚め新しい時代を作る選挙にしなければならない。 公務員も国民であることには変わりないと思うが、その給料の財源が税金である以上は国の財政状況に左右される必要があることを法整備してほしい。このタイミングでの賃金アップ、民間と違って自分たちで自分の給料を法的に上げようというんだから、立ち悪いよね。 普通は私たちの給料は国民の所得が上がってからでいいから、まず民間の給与を上げる努力をします。というのが国に尽くす人間の根本の真理であってほしい。公務員が率先して上げていたのはまだ成長期のモデル。今は内部留保があり、上げられるところは上げている。問題は上げられない職種と業種。今回 をを垂れたたつもりが真逆をやった賃上げの好循環を叫んでいるがこれではますます格差は拡大結局物価を下げるしかない円高に戻し値下げを促進も必要なりより消費税凍結は急務インフレでなくても消費を促進させるやたら服装し何が問題かも不明になりつつある